こんばんは、ミニマルワードローブチャンネルの星葉です。今日はですね、すごい満を持してって感じなんですけれど、BR チャンネルっていう違う番組をご覧になっていただいている皆様には、これいつ出るんだみたいなことをもしかすると考えられている方いるかもしれないんですけど、ようやっと今日出来上がりました。なんとフィナボレにですね、作っていただいた、僕が何年だろうな、20年ぐらい着倒してもうボロボロになっちゃってるシャツがあるんですけど、それをまんま再現していただいたシャツをですね、この度ようやっと発売することが出来上がったということで、改めてですね、天野藤井さんに、フィナモレとはというところからお話しいただいて、このシャツのですね、魅力を語っていただきたいと思います。ということで今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。天野藤井です。もう冒頭から本当にありがとうございました。どうもないです。ようやっと僕の夢が叶ったというか。そうですね、ちょっとお時間いただいちゃって申し訳なかったんですけど、はい、やっとこう実現できて、ありがとうございました。僕も嬉しく思ってます。いや、もうこんなボロ、見てください、これ、うん、めっちゃボロボロなんですよ、このこんな感じで、ひどいんですよ。これでもこのシャツだけじゃないんですよ、穴開いてんの。これ最後の1枚なんで、僕買った時はこれをもう2枚あって、白3枚、ブルー3枚、白とブルーのストライプ3枚で、全部で9枚買ったうちの残りの最後の1枚です、これ。もう1枚持ってたかもしれないんですけど、それをどうしても着たかったんでっていうので、ちょっとお願いして作って、まあ、ここ見てください、こんな要望って書いてますね、ここに。襟擦り切れてますが承知、洗えますって書いてある、まあ、クリーニングのタグもついちゃったんですけど、はい、これだけちょっと長い間着たのが実はフィナモレのシャツなんですけど、フィナモレ改めて、はい、このミニマルワードローブでも紹介をするのは初なんです ね。今またフィナモレって思ってる方もいると思うんですけど、うん、はい、今だからフィナモレっていうところもあると思うので、うん、ぜひですね、フィナモレについてちょっと教えていただきたいんですが、はい、まあ、フィナモレはナポリの、はい、シャツ専用の、はい、まあ、工場ですね、あのブランド工場になります、はいはい、4代目が今、うん、やってますけど、ずっとファミリー企業で続いてるブランドで、はい、1925年に創業したブランドになります。ということじゃあ、あと1年で100周年、ちょうど100年なんです。すごっ、はい、っていうぐらい代々続くブランドで、もともとはイタリアのドレスシャツを専門に作るブランドだったんですけれども、うん、まあ、先ほど小島さんがおっしゃった約20年近く前ですかね、作りはドレスシャツのハイクオリティな作りをそのまま生かして、ちょっとカジュアルユースで作れるシャツを作り始めたのがフィナモレが早かったんですね。それは日本でこんだけヒットしたシャツブランド、うん、なかなかないですよね。ないと思います、はい、そうですよね、はい、しかもカジュアルでイタリア製の作り で、うん、で朝の洗ったようなシャツとか、うん、めちゃくちゃもう大ブレイクを起こしたとフィナモレですもんね、はい、あれね。そうですね、完全に、はい、あと特徴的なの襟でカッターウェイカラーのカジュアルシャツっていう、はい、まあ、昔はセルジオっていう襟型があったんですけど、はい、今も一部やってらっしゃるお店もありますけど、はい、それがこうワイドスプレッドよりさらにこう外に広がるようなカットウェイカラーで、まあ、ボタン上げた時にすごいかっこいいっていうのが大ヒットしたシャツですね、はいはい、それがまあフィナモレの歴史になるんですけど、はい、まあ、この間のね、BR チャンネルではカジュアルシャツの話を主にしてるんですけど、はい、今回はドレスシャツ、ドレスシャツということでね、はい、まあ、もともとドレスシャツの専業ブランドから始まってるので、はい、やっぱこうフィナモレってどうしてもカジュアルシャツのイメージが強いんですけど、うん、本当のところはやっぱり日本ぐらいですね、多分カジュアルの割合がこんなに大きい国は。あとはやっぱりドレスの方が強い、まあ、全世界的に見ると、はい、全世界的に見ると、うん、はい、そのためフィナモレのシャツ の、 このドレスのパターンの一番の特徴ってどこなんでしたっけ。やっぱり本当に ドレス、スポーツ、はい、カジュアルシャツ限らずパターンが非常に特徴的で、ええ、肩がやっぱりこう実際測っていただくと、はい、いろんなナポリのシャツありますけど、どこよりも肩狭いんですよ。確かにこれこんなんですからね、はい、これ僕のシャツですけど、僕普段40どのぐらいだろう、40ぐらい着るのかな、だけどここの幅相当細いんですよね。細いんです。僕肩幅入れると、肩入れるとこんな感じですもん、うん、極論言うとこのぐらい入るんですよ、本当にめちゃめちゃ狭いんですよね、うん、だけどすんごい着やすいんですよね。いや、もう本当にね、驚きますよね。これ今のトレンドのドロップショルダーとは真逆いくような、あ、逆ですもんね、クラッて入るような、はいはい、でアームホールもキュッとちっちゃくて、はい、でなんでこんな着やすいんですかね、はい、めちゃめちゃ着やすいんですよね。独特のパターンなんですよね。そうですよね。なんでなんですかね。本当に独特のパターンで、うん、それが実はカジュアルと
ドレスはスペックは若干違うんですけど基本的な考え方は一緒でパターンの組み立て方は一緒で、あ、そうなんですね。 それがやっぱり着てて着やすい、着心地がいい、洗ってもなんかこうシュッと見えるとか、っていうところにつながってるんですよね。なんか不思議な形ですもんね。そうなんです。だからフィナモレ のカジュアルシャツでもドレスシャツでも非常にリピーターの方が多いんですよ。確かに一回ハマっちゃうとそこから抜けれなくなっちゃうみたいな。そうですよね、はい、僕本当にその BR チャンネルの中でも言ってたんですけど、うん、9枚ガチで買ってそうす、めちゃくちゃ着心地いいなと思って、まあ、これだけ着てるんで、うん、これがもう、これだけ着ていただいてるんだ、まあ、本当に相当なんですけど、うんうん、レオンの編集部にいた頃毎日これ着てましたからね僕、うん、でこれ以外着れなくなっちゃって本当にあフィナモレのシャツってすごいんだなみたいな、ちょっとね感動したのを覚えてます、はい、基本的にドレスシャツは、はい、スポーツシャツは3工程ハンド手縫いの部分があるんですけど、はい、ドレスシャツは8工程、はい、どことどこに入るんですか。一番スポーツとドレスで違いは襟付けがやっぱり、うん、スポーツはマシンなんですよ、はい、ただドレスシャツはハンドなんですよ、はい、なぜならスポーツっていうのは基本的に開けて着るっていう、そうですね、もう考え方でやってるんで、はいはい、そんなにこうここの締め付けがないので、うん、マシンでいいだろう。ただ、はい、ドレスシャツっていうのはあくまでも星場さんみたいにタイドアップしてきるのが正当の着方なんで、ここの吸い付きとか、ここのフィッティングとか、この締め付け具合のテンションのかけ方とかはやっぱりハンドがいいという、へー、やっぱり襟付けハンドなんで違うんですね、はい、あとはまあスポーツもドレスも一緒ですけど肩袖付け、はい、あここですね、はい、袖付けもハンドですね、なるほど。あとドレスでいうと肩のヨーク部分、こちらはねこの当時のものはマシになってますけど、はい、今はもうハンドになってます。あここもハンドなんですね、はい、へー。あとボタンホール、あーボタン付け、あボタンホールも、はい、ボタンホールもハンドです。ドレスはうわこれですよ、はい、こんな細かいの手でやってるんですよ、はい、あとは袖のケンボロをつけて、はいはい、あのここに貫抜き止めをネクタイの貫抜き止めをちょっとつくんですよね、はいはいはい、あ補強のため、はい、これもあの全部手でドレスやつは手になってます。この形状もすごいですよね、うん、これ分かるかな、まっすぐじゃないですよね、まっすぐじゃないんですよこれ、すごいね歪んでるんですよね、うん、これがねこれもだから手首にした時にすごいフィットするんですよね。そうなんです、はい、キューッとこう先に向かって細くなっていくっていう感じとか全部されてて、いやとにかくいいシャツで本当今回ありがとうございました、うん、いやいやちょっとまんま作っていただいて、はい、で当時の小芝さんが着てたシャツのスペックをもう一度忠実に再現しました、はい、ありがとうございます。厳密に言うとじゃあ今、はい、よそのお店で売ってるドレスシャツと何違うのって言ったら一番は襟の形ですね。ああそうなんですか。これも廃盤になってた襟の形だったんですけど、あこれないんですか、はい、一番ベーシックなのかと思ってた。復刻したんです。マジですか、はい、わすごいありがとうございます、はい、じゃあまたなんか名前とかつくんですかこの襟型に、はい、襟の名前ジャンニー、ジャンニー、ジャンニー、ちょっと覚えておきます。もうジャンニーっていうのはもうはもう星葉さんの襟っていう。ああわすごい、ありがとうございます、はい、これネクタイしてもかっこいいんですよ。ネクタイ締めてもかっこいいし、外した時のこれ色気たまんないんですよ、ね、いやかっこいいですよね。なんかフィナモレって本当に締めても、うん、開けてもなんか様になるっていう、うん、そうなんですよ、はい、そこがあのやっぱりこうファンの方々がね、はい、こうリピートをしてくれる着心地以外にもそういうところもあると思うんですけど、うん、はい、ちょっとこのシャツとはじゃあ変わってしまった部分ってあるんですか。はい、あの一つは、はい、分かりやすく言うとボタンですね。ああボタン、あの同じ、バザーオブパールのボタンではあるんですけれど、はい、こちらの方がやや小ぶりなんですけど厚みがある。厚いです。昔のシャツみたいですねこれね。あのこう昔のナポリのブランドのシャツは非常に流行ったんですね、これ。ちょっと厚みのある4ミリぐらい結構ある、ね、厚いですよね。結構あります、はい、締めにくいんですよこれ、はい、これは薄くなってんですか。これはちょっと薄くなって、まあ、よりエレガントになってますね。こっちの方がいいです。こっちの方がいいですね。これねよくクリーニング屋さんで割られちゃうんです。確かにバチってね、はい、かけたりとかするんですね。かけたりしちゃうんです、はいはい、なので、まあ、よりこうエレガントな感じで、というフラットな。ただ同じマザーオブパールのボタンはつくとさせていただきます、はい、素晴らしい。すごい。ちょっと素材も触ってみていいですか、はい、あと生地ですよね。そう、あ、いい生地だなこれ。探させるの本当大変あだったんですよ。すげえいいストライプこれ。めちゃめちゃいいストライプですねこれ。おっていうか生地こっちよりいいですね。
いや本当ツルツルな感じですよね。めちゃめちゃ気持ちいい、はい、本当に。うわー、これやばい、すごい高そう。当時の値段でだって僕本当にちょっともううろ覚えだけど、でも3万ちょっとはしたと思うんだよな。もともとはもう3万円ぐらいしてました。20年前でも3万5千円ぐらいしたのかな。30万超えてたの覚えてるんですよ、うん、払えないな、払えないなっていうのは覚えてるんですけど高く、いくらですかこれ、はい、今回は税込みで、はい、4万8400円。あ、まあまあなりますよね、はい、なりますよね、はい。でも今規制で出してるリナモレのドレスシャツで4万切ってるのってほぼないですね。あ、規制でもそのぐらいなんですか、はい、あ、じゃあスペシャル版ですね、はい、でスペシャルな生地とスペシャルな襟型、はいはい、その他もろもろのスペック入れると、はい、まあ、フィナモレというブランド力からすると非常にお買い得感はあると思います、はい、なるほど、わあすごい。あ、でもいいですね、ちょっとまとめて買います。これでもう本当この商品は、はい、あのミニマルワードローブでしか展開してない。あ、マジですか、はい、あ、だそうです。この素材もそうですし、はい、この襟型もそうですし、はい、いいんですよこの、はい、うわこれは嬉しい。再現するところは再現して、うん、アップデートするところは、まあ、先ほどのボタンのところとか、あのハンドの工程が逆に増えているとかっていうところはアップデートしてます。素晴らしいですね、はい、じゃ あのこの時よりいいシャツになって帰ってきたっていうことです ね、はい、すごい、そんなことあるんですね、はいはい、素晴らしい。じゃあ早速ちょっと着せ、はい、着させていただいて、はい、ぜひ、はい、ということでぜひですねフィナモレのシャツ、もう干し場別注で本当に20年ぶりぐらいにむちゃくちゃなこと言って作っていただいたこのシャツ、ようやっと蘇ったんで、これ本当に僕あの冗談抜きでこのシャツで初めてシャツの良さっていうことを知ったんで、本物のシャツの着心地、まあ高いけどいいシャツを知ると多分ね戻れなくなる人も出てくると思うんです。なのでぜひですねこのフィナモレのシャツ味わっていただいて、ちょっと気絶してみてください。本当に気絶すると思うんで、あの白とかブルーとかもあの欲しくなると思うんで、それはまた追ってもしかしたら別注するかもしれないんで、はい、あのこれがねご好評だったら、はい、やっぱどうしてもストライプ買ったけど白絶対必要だ、そういう人もいらっしゃると思うんですよ、ね、ここ出てくると思いますよね、絶対いると思うんで、はい、そういうこと、そういう時はまた藤井さんに改めて、はい、あのご相談させていただきたいということは、はい、ということで今回は本当にあの、はい、作っていただいてありがとうございます。ちなみにこれ箱に入ってくるんですか。箱です、はい、ドレスシャツこんな綺麗な箱に化粧箱にこう入ってきますんで、はい、入ってくるということなんで、はい、皆さんぜひ、ご購入いただければと思います。ということで最後にご宣伝かなんかありますか。はい、はい、あのアマンオンラインストアとか、はい、あの BR モール内のアスティルハウスというところでもあの弊社のアマンブランド、はい、ボリオリフィナモレ何やってましたっけ今。ボリオリ、はい、ベルウィッチ、ベルウィッチ、フィナモレ、フィナモレ、ロイロジャース、ロイロジャースはデニム、デニム、はい、はい、ペリコサニー、ペリーコサニー、はい、その他もろもろやってますので、その他もろもろもたくさんありそうですもんね、はい、まだね、レディースもあるんですよね、まあ、オンラインスパーだと確かに、はい、ペリーコとか、はい、確かにそうですよね、はいはい、なので皆さんぜひですね、はい、楽しいサイトなんでぜひ覗いてください、ご覧になっていただければと思います、はい、ということで、フィナモレの別注シャツ、はい、作っていただいたアマンの藤井さんです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。